健太です。ルタ違う。それは違う。違う。健太です。ケイタです。せーの、サンタナピストです。さあというわけで今日も、外ロケやっていきたいと思います。Yes. 彼がいないってことは。そうですね。でかいおなら。クジラ飼ってるどっかで。じゃあ今日の企画はお願いします。はい、じゃあ今日の企画は。あのいつもの感じ忘れたもん。今日の企画は小坂亮太郎にバースデードッキリ。7月10日ですね、亮太郎くんのバースデーイベントに僕たち参加させていただくことになっております。7月5日が亮太郎の誕生日でしたね。まあ、ちょっと遅くはなってしまったんですけれども、まあ、イベントで皆さんと一緒にお祝いできるタイミングということで、仕事仲間でもありますが友達ですので、今回はね、まあ、いいドッキリです。そうね、前ドッキリ仕掛けられたから、はい、優しいと思いますよ。あんなやられた後にプレゼントをあげるっていう。そうね、泣かしたい。そこまで行きたい。相当なものをあげないと泣かないと思います。そうかな。まあね、でもね、しっかりいいものを渡していい方のドッキリをやっていきたいと思います。そうだね、プレゼントね、買うお店ももう僕たち目星ついてるので行きたいと思います。はい、クジラ。今回お邪魔したのは亮太郎くん御用達のノルディさん。撮影許可も心よくいただきました。行きますか。はい、はい、お目当てのお店に着きました。はい、はい、亮太郎くん御用達の、はい、おしゃれじゃない？ポップなんだね。うん。あ、ある。もういいじゃん。この辺に置いたら、これ両太郎。これ両太郎持ってない？え、両太郎やん。ほらほら。身長もこんな。そんなでかくないやろ、それ。巨人やん。え、これマジで持ってんじゃないの、両太郎。そうだろうね。じゃあこれダメか。ちょっと、それキープですね。ね、かわいい。両太郎やっぱなんか白、黒みたいなイメージありますからね。ここでおしゃれ番長が何を選ぶの？これかな。来てたよね、なんかこういうの動画で。ケイタ君上もあるんで。あ、ちょっと上見てみますか。見てみましょう。はい、え、かわいい。3階に到着、かわいい。でもやっぱ3階の方がウィーメンズっていうんですか、うん、ですかね。ウィーメンズが多いって言ってた。ウィーメンズが多いって言ってました。これとかね、やっぱいや、罰ゲーム的これ亮太郎にこれ、これさ、なんかちょうどよく多分3とかのこれ多分なんかいいじゃん、色味近いと思うんですけど。オレンジ、青、紫。あ、でもやっぱここら辺はなんかあ、いいね、いけそう。ちょっと暑いですけど、うん、これも3色ありますよ、ちゃんと。本当だ、あれこれいいじゃん。これめっちゃ可愛い。可愛い。俺欲しいんだけど、これ可愛いです。でもなんか一個自分たちのなんか、うん、ユニフォームみたいなちょっと欲しいよ、ね、あったらね、覚えやすいと思うんだよね、うん、だそれがジャージでいいのかっていう。ジサックさんみたいな。確かに。もう偉大な先輩いますから、YouTube に。まあでも色かぶってないからね。確かに。いや、そういうこと。でも可愛い。可愛いね。うんうん、え、可愛くない？可愛くない？ケンタです。ヨドロです。ケンタです。せーの、サンタナピクトです。ジャージ系 YouTuber。ちょっと検討しますか、検討しましょう。はい。いや、悩みますね。悩むね。ちょっと座って考えるか。うん、そっち座るんだ。会計はご一緒ですか。一緒で。ここだけ使ったらケイタ君がおごるみたいな。やめろって言ったの。自分からクレジットカード明かしてくスタイル。さあというわけで、じゃーん。いやー、これすごいよ。ノルディさんにて無事購入することができました。かなりのボリュームになりましたね。これボリューム、あれだよね、なんだっけ、アメニティ違う、ノベルティノベルティもたくさんいただきまして、そう、これも全部亮太郎くんに、はい、そうだね、プレゼントしたいと思います。これは泣くだろう、絶対に。なんでそんな泣かせたいんだ。あの、多分お披露目する機会あると思いますので、ね、ぜひそこも楽しみにしていただければと思います。それでは当日の会場に移っていきたいと思います。イエーイ、楽しみ。紫すぎる。こんにちは。YouTuber でーす。YouTuber でーす。インカメでーす。はい。いやいや。あの、撮れてないことよくあるんで。うわっ、サンタナピクト目指せ東京ドームだって。すげえ嬉しい。ちょっと言って、なんかえ、めっちゃ嬉しいですよ。お前下手すぎるやん。そんな下手だったっけ。ケンタです。亮太郎です。ケンタです。せーの、サンタナピクトです。今日の企画は読んでるのは何の曲対決です。うわー、ありがとうございます。
さあ、行きましょう。はい、やっこれは進行はやめてよ。あとでも、やっぱこの並び落ち着くわ。落ち着くね。うん、分かる、分かる。ね、こっちこれずっと思ってた。嘘。行った。え、人差し指、手のひらに勝てるの。第1問いきます。はい。君と夏の終わり。はい、はい、わあ、ミスった入り方。ただこれ難しいです。あれです、あれですよ。じゃヒント隠されてるかもしれない。あ、もうちょっといきますか。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月、また出会えるのを信じて、君が最後まで心からありがとうを叫んでたこと知ってたよ。涙こらえて笑顔でさようなら。切ないよね、最高の思い出。ちょっとした地獄じゃない。ピンポン。はい。夏祭り。ああ、全然。全然。じゃあ花火。違う。お前流す。回答者流すなよお前。クイズ大会じゃないの回答者。確かに。じゃあ正解を。はい。はい、ゾーンさんで。シークレットベース。君が決めたもん。いや、無造だ。字面を見ればその曲がシークレットベースって名前だったことでしか。字面を見ればあーとなりました。ならないでじゃあ続いて2問目。はい、お願いします。さあ、それでは準備大丈夫でしょうか。え、なんだろう。ちょっと行きます。わーい、わーい、わーい、わーい。ドッキリ大成功。つい来たからね。登ってきましたよね、今ね。ちゃんと当てちゃった。お。本当のやれ、本当のやつ。どうぞ。おっ、おい。全然リアクション違うやん、さっきと。ノルディア。よくジャージ着られてると思うんで。めちゃくちゃ嬉しいよ。ぜひ見ていただいて。はい。いいっすね。おっ、おっ。ホール。あ、そっちノベルティなんだ。これ、こっち、こっち。わ、かわいい。かわいいよね。うおお。これ紫。紫。サンタラディクトのメンバーカラーなんですけど、はい、お揃いです、僕らと。僕たちも買いました。マジ？おー、ありがとう。ナイス。すごい、めっちゃいい。めっちゃ嬉しい。これからユニフォームにしていこうと。いいっすね。はい、でもずっとこれで。はい。声で欲しいよ。いや、嬉しい、ありがとうございます。よかった。ということで、おめでとうございました。嬉しい。顔を見て皆さんとなんかコミュニケーションを取るみたいな瞬間がすごく減ってきている中で、こうして対面で今これからもね、長い付き合いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日のゲスト田中圭太さん、そして菅健人さんでした。ありがとうございま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 した。振り向き方すごかったっすね。